ジャボン・フランシスは、ジャマイカ・キングストン出身の陸上競技選手。専門は短距離走の400メートル。自己ベストは、ジャマイカ歴代5位タイの44秒50。2016年リオデジャネイロオリンピック男子4位400メートル、リレーの銀メダリストである。小学生の時に陸上競技を始めたが、当初は100メートルに取り組んでいた。3から4月のチャンプスクラスに男子400メートル決勝で48秒83の2位に入った。3月のチャンプスクラス1男子400メートル決勝を47秒58で制した。7月の世界ジュニア選手権で世界大会デビューを果たした。男子400メートルは予選を46秒31、準決勝を46秒06と、両ラウンドを自己ベストで突破するも、決勝は47秒57とタイムを落として9位に終わった。2走を務めた。男子400メートルリレーでは3分07秒31の5位に貢献した。3月のチャンプスクラス1男子400メートル決勝を46秒21で制して連覇を達成した。クラス1男子200メートル決勝では20秒82の3位に入った。6月のジャマイカ選手権男子400メートル決勝において、ジャマイカジュニア歴代2位の記録となる45秒24をマーク。1995年にダビアン・クラークがマークしたジャマイカジュニア記録に0秒03差と迫るタイムで2位に入り、モスクワ世界選手権代表の座を掴んだ。8月のモスクワ世界選手権に出場し、18歳の若さでシニアの世界大会デビューを果たした。男子400メートルは予選を自己ベストに迫る45秒37の組2着で突破するも、決勝は45秒62とタイムを落とし組5着で敗退した。4走を務めた男子400メートルリレー決勝では5番手でバトンを受け取り、バックストレートで一気に加速して2位まで浮上すると、ホームストレートで3位のロシアに追い上げられたものの2分59秒88でフィニッシュ。決勝の選手の中で最速となる44秒05のラップを刻み、この種目では2003年パリ大会以来となる銀メダル獲得に貢献した。3月のチャンプスクラス1男子400メートル決勝において45秒00の大会記録を樹立。2003年にウサイン・ボルトがマークした45秒35を11年ぶりに更新して3連覇を達成した。しかし、その後のクラス1男子200メートル決勝で負傷したため、残りのシーズンを棒に振った。7月にプーマとプロ契約を結んだ。怪我のため昨年は出場できなかった5月の世界リレーに初出場を果たすと、男子400メートルリレーで4走を務め、予選は44秒01のラップを刻んで、チームを5位から2位に引き上げた。翌日の決勝では6番手でバトンを受け取り44秒00のラップを刻むも3分00秒23の4位に終わりメダルを逃した。5月9日のジャマイカ国際招待男子400メートルにおいて自身初の44秒台となる44秒90をマークした。6月13日のジャー・オール・カマーズ・ミート男子400メートルにおいてジャマイカ歴代3位の記録となる44秒50をマーク。ジャーメイン・ゴンザレスが持つジャマイカ記録に0秒10差と迫った。同月28日にはジャマイカ選手権男子400メートル決勝を44秒70で制し、シニアの全国タイトルを初めて獲得した。しかし、このレースで股関節を負傷し、3から4週間トレーニングをすることができなかった。8月の北京世界選手権に出場すると、ジャマイカチャンピオンとして臨んだ男子400メートルは予選を44秒83の組2着で突破。2大会連続で進んだ準決勝は予選のタイムを縮める44秒77をマークするも組4着で敗退した。4走を務めた男子400メートルリレー決勝では5から6番手でバトンを受け取ると2年前の再現とばかりにバックストレートで一気に加速して1位に躍り出た。しかし、ホームストレートでアメリカとトリニダード・トバゴに抜かれると、最後はイギリスとの銅メダル争いに0秒004差で敗れ、出場選手の中で最速となる43秒52のラップを刻んだもののメダルを逃した。7月のジャマイカ選手権男子400メートル決勝を44秒95で制し、連覇を達成するとともにオリンピック代表の座を掴んだ。8月のリオデジャネイロオリンピックに出場すると、男子400メートル予選を45秒88の組3着で突破し、オリンピック初出場ながら準決勝まで進出した。しかし、この種目でジャマイカ勢12年ぶりの決勝進出がかかった準決勝は、同組に2012年ロンドン大会のメダリスト3人とラショーン・メリットが混在し、さらに1レーンからのスタートという厳しい条件のもと、44秒96の組5着で敗退した。4走を務めた男子400メートルリレーは予選1組目に登場すると4着までが3分を切るというオリンピック史上初のハイレベルな組を1着で突破。迎えた決勝では3から4番手でバトンを受け取ると残り150メートルから加速。バハマとボツワナを抜いて2分58秒16の2位でフィニッシュし、この種目では2000年シドニー大会以来となる銀メダル獲得に貢献した。閉会式ではジャマイカ選手団の旗手を務めた。ロンドン世界選手権ジャマイカ代表の座と大会3連覇がかかった6月のジャマイカ選手権男子400メートルだったが4月の世界リレーで痛めたハムストリングスの影響で欠場した。主な愛称はドンキーマン。ウサイン・ボルトの記録を破ったことからベイビーボルトとも呼ばれた。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風、対は向かい風を意味する。備考欄の記録は、当時のもの開会式は、シェリーアン・フレイザー・プライス。ありがとうございます。